よっしゃ、おりゃ、うわあ、もう本当に幼少の頃あゆ釣り、まあ、僕長良川であゆ釣りしてたんですけど、僕どっちかというとこう水中メガネで川の中潜ってあゆ釣りすることが多かったんですけど、まあ、基本的にあゆ釣りは、まあ、縄張りあゆに対しておとりが入れば、まあ、釣れるという、まあ、そこにもやっぱり生きたおとりを使って釣るから、まあ、釣れるっていうところにはなってたと思うんですけど、じゃあ僕実際水中メガネで見て、じゃあおとり縄張りあゆに対してピュッと入れたら意外と釣れすぐ釣れないと、なんでかなと思いつつこう周りをこうのあゆとか見るとやっぱり動きがすごくいい、でそこにはやっぱりこう縄張りあゆって反応してる、じゃあ自分のおとりをどうしたらっていうことを考えてピュッと動かした瞬間に縄張りあゆがそのおとりに突っかかってきてかかる、動かす、いわゆるリアクションをつけてあゆ釣りをした方が釣れるんじゃないかなっていうところ。ただその頃のあゆ竿はほぼ多分穂先はチューブラ穂先で、あゆ釣りは基本的に生きたおとりを使うんで、弱らせちゃうとやっぱ釣れないっていうのは僕でも分かってたんですけど、でもやっぱり動かした方が釣れるのならそのチューブラ穂先で操作して釣れる状況を作れればいいんですけど、確かにチューブラ穂先は硬くて感度も良くて操作性もいいんですけど、自分が操作するにあたってのおとりへのダメージが大きかったんで、そこで考えた分ソリッド穂先が柔らかさがあっていいっていう部分がこういろんな部分で話があったんで、じゃあそのソリッド穂先を使ったアユ竿で釣りをしたらどうかなっていうところで、おとりを弱めないということに対してはその柔らかさ、まあ、いわゆるソリッド穂先ですねは理想なんですけど、僕はこう水中で観察しながら釣りをする中で僕の操作ってすごく過剰になってたっていうのが実際で、当時島野さんが作られているソリッド穂先は確かにおとりは弱らなかったのは事実なんですけど、操作性と感度がどうしても僕には、僕がこうあゆ釣りをこうやっていく中ではちょっとやっぱり物足りなさがあって、でだからもうソリッド穂先の材料ってほぼほぼ多分渓流の穂先しかなかったんですね。ただ渓流竿の穂先っていうのは本当に柔らかくって、これではちょっと僕の中では、ただ釣りの中のジャンルで先上司的ないわゆる竿、いわゆる先端だけが曲がる竿っていうのは操作性がいいってことになると、もう自らじゃあそういうソリッドを探して、でそれを何十本と買って、もうあとはもう削り出すっていう形をとって、もう先端だけをこう曲がるようにするという部分で、作ってきたのが、まあ、僕のこうやってきた中での穂先になるんで、 RS という、まあ、ネーミング的な部分、まあ、島野さんが言われるラジカルテーパーソリッド、いわゆる先端が細くて下がこう太く、まあ、タケノコみたいな感じでより先端が曲がるという形ですね。それがまあ一応 RS の、出来上がった時のネーミングであり、もう形状もそういうものっていう風で、でそれを使わさせてもらった時に9メートルの竿の先に入れることに対してはすごく使いやすかったんで、まあ僕もまあ穂先からの部分でつなぐ部分、チューブラとソリッドのつなぎをまあ試行錯誤してたんですけど、まあ島野さんの技術でより理想の部分が、穂先が出来上がった分、まあその当時はソリッドと多分チューブラのつなぎ部分がだいたい長さ的に半分半分ぐらいでも、僕が作ったものよりかはやっぱ使いやすくって、イメージとしては、より使いやすく、まあ2004年に、初代の RS 出ましたけど、まあ、2005年2006年と、島野ジャパンカップの全国大会でそれを使わさせていただいて、うまく、優勝まで行かさせてもらったのはやっぱりこの RS 穂先、 RS っていう竿のおかげだったんじゃないかなというふうには思いますね。初代の RS もう十二分にいいかなと思う分、さらにそこから突き詰めていくとよりリアクションをより的確に9メートルの手元で操作ができればっていうところで、もう本当に最終段階からいくと今回のこの RS、
もう今の初代と比べるともう先端のもう仮により先端しか曲がらない、いわゆるチューブラとソリッドの割合がですね、もうソリッドはもうより短くなって、もうこれも多分技術の、あれかなと思うんですけど、もうより僕の理想とする先端の曲がりまでの、最終段階の穂先になってるんじゃないかなと思います。スペシャル基礎 RS のですね 90ND、 これをですね標準の RS ソリッド穂先で使ってみたいと思います。まあ、今ちょっとこう広い開けたところで、でもねやっぱり石とかが大きい分だけはやっぱ魚も大きくなるっていうところもありますし、今回この RS90ND 硬さはまあ 2.75 なんで、まあ、ある程度魚的なところでいけば 22、3 センチぐらいは十分、まあ、ソリッド穂先でも対応ができるかなと思うというところなんですけど、まあ、ちょっとやっぱね魚も大きくなると糸も丈夫さを持った上でってことになって、今使ってるのは複合メタルの005ですね。で針はまあ6半でもいいかなと思ったんですけど、ちょっとやっぱ大きいサイズが釣れるとやっぱしっかりめでキープしたいんで、一応7号の4本怒りで、よいしょ、まあサイズ的なところでいけばこう RS ソリッド、まあやっぱ穂先の柔らかさでやっぱおとりへの負担も少ないっていうところがやっぱあるんで、こう基本としてはやっぱこう糸を張った、まあ糸を張るってことになると穂先の先端をキュッと曲げる、まあここを基本にしてやっててもらったら、こう うまく糸を張りながらこう鳥が泳いでくれてるんで、いい誘いにもなると思います。今度ね竿が長くなるとこう操作上でやっぱりピンポイントで踊りをキュッと止めたりいろいろすることに対してなかなかしづらいところはあるかもしれないですけど、ここはやっぱりチューブラと穂先がやっぱ違う分 RS ソリッド穂先なんで、キュッとこう糸張ってもらったらちょうどいい部分でこうピンポイントで踊りを止めておけるかなというところは、まあ今回のですね新しくなっている RS ソリッド穂先の特徴でもあると思うんで、その糸の張る部分に関してもやっぱ穂先が硬いとこう張ることにこう持続性がやっぱ難しくなるんで、やっぱこう張りながら釣りをするってことになるとやっぱ先端がキュッと曲がってくれる、まあ、RS ソリッド穂先なんかの方がこうやりやすい、そこがねやっぱり穂先が柔らかいだけは狙ったポイントでこう底なじみして安定してくれてれば、ポイントが狭くてもで細かく狙っていけるっていうところはやっぱあるんで、うわかかった、よっしゃ、もうそこに馴染んだ感じからいい感じでかかってくれましたよ、よいしょ。本当にやっぱりね穂先がソリッドだからって抜けないってわけじゃなくて、やっぱり抜く位置ですね、竿の角度で、やっぱり太いところが曲がれば力が出るんで、そこをうまく角度として考えてやってもらったら多分全然楽に抜けると思います。先端だけ曲がってる状況は確かに、抜き部分に関しては水切れは悪いのは実際でも、竿が変わればその竿自体自分が抜く癖も変えないと抜けない、いわゆるじゃあ竿が変わっても抜き方を変えなかったら結局抜けない、いわゆる竿っていろいろ、まあ今島野さんの竿っていろんな調子があって、それぞれな分抜く位置角度って違う、でも使う側からしてみたら多分自分のイメージする抜き方はその人のイメージやもんで一緒になっちゃうよね。だから竿が変わっても抜き方、いわゆるそのイメージするこの角度で抜こうと思ってもやっぱり抜けない。でもやっぱり竿が変わる、今穂先が変われば確かにソリッド穂先って先端が柔らかいもんで
結局水切れが悪いとなると、ここで抜くというよりかは、まあ、僕がこうずっと作ってきた竿はできれば抜く位置、いわゆるもう2番以降3番4番5番に力を加わるようにして抜くとなると、竿の角度が仮にまあ一番力が出ることが90度の角度だとすると、この角度で曲げちゃうと結局先だけしか曲がらない竿は。でももう少し角度を90度よりも低く、いわゆる70度とかにすると、竿先はまあ糸と延長状になって一番抜きが力が出る、ここに負荷がかかれば基本的には抜ける。うわぁ、だねー、よっしゃ。どっちかというと僕の釣りはこう糸張ったり緩めたりっていう部分、まあいろんな部分でちょっとこう攻め的な釣り、まあいわゆるおとりに対してこうリアクションを作るつける状況の釣りになると、あんまり大きく曲がるとリアクションがつけづらいんで、もう先だけがキュッと曲がっておとりへの負担も少ない状況と、そこからの硬さで操作がしやすい。だからまあおとりを弱めない状況っていうのはまあ第一条件で、そこからこうポイントとしてどう操作していくかっていうところがこうかかるかからないの状況にも変わってくると思うんで、まあやっぱりこうおとり的な部分を弱らせないっていうのは一つと、馴染んでからおとりに対しての動きが作れるっていう、やっぱりこうテーパーがかかって先が曲がるっていうのはやっぱり特徴でもあると思うんで、うわ、よう引くな、めっちゃ引くもん、うれ、よいしょ。もっともっとソリッドの利点を分かってもらいながら、感度も操作性もそこに釣れればやっぱり納得してもらえるっていうところで、今回そのより感度と操作性でソリッドの特徴を生かしたところで出来上がったのがこのエキサイト RS ソリッド。ちょっとこの上の部分が硬くしてあるんで、ここで一応感度と操作性を上げながら、曲げていくとですね、ソリッドの利点を感じてもらえるような、これが9メートルの手元でですね、より分かりやすく RS ソリッドと比べると感度的な部分がかなり、まあ数字でいうと約60、平均すると 64% アップしてるっていうことなんで、僕も使ってみて、この RS ソリッドも感度は全然大丈夫なんですけど、これを使うとなお一層すごく感度もで、そこにまあ僕が思うソリッドの利点も加わってますし、操作性もしやすく誰が使っても分かりやすい。おお、あら、来た、よっしゃ、うお、でかいか、うるら、めっちゃでかいやん。あとは徐々に、うーら、かかった、もうかかった、馴染んだらかかった、かかってからの抜きはやっぱこの下の部分をもう曲げてあげるだけの角度を作って、あとはもうその力で抜けば抜けると思うので、どうしてもやっぱりおとりが大きいとその重さだけは先に乗ってくるんで、まあそこは曲げすぎとか緩めすぎとかというよりかは、釣ってるポイントに対して馴染んで、まあおとりが安定している部分、まあそこの穂先をのその状態をキープしてもらって、あとはもう先に頼ってもらってもいいのかなと思います。うわー、来た来た、よっしゃ。狙いは本当にもうこの辺この辺っていう感じで、
まあ、そこにこう入れて馴染んで小鳥が安定するのにもやっぱ穂先の部分がやっぱ柔らかさがあると意外と安定感はすぐ出るのかなと。よいしょ、うわ、調整、まあまあ出会いですね。 H90 の ND があるんでちょっと H を使って、さらに穂先はまあ標準の RS ソリッド穂先あるんですけど、あえてエキサイト RS ソリッドを入れてやってみたいと思います。まあ、サイズがやっぱり大きいっていうところになるんで、まあ竿がちょっとしっかりめになるんですけど、まあ針はちょっと6班の、あ、6班じゃないな、7ですね、7の4本怒り、お、もうかかったじゃん、あらららら、よいしょ、もう手元にビビってくる感じは、ただサイズは普通のサイズの分、多分竿に力があるだけは余裕で多分対応ができるかなと思います。もうまだまだ竿の余力は全然、よいしょ、よいしょ、まあいい20センチグラスですけどいい感じですね。まあやっぱエッジだけのパワーが活かせるようなでかいのっていうと、ちょっとやっぱ岩盤とかこう大石回りで、またそこにこう狙ったポイントでこう安定させながらこう釣りができる、まあ、特にこうしっかり先上手の中の先がこう、うわ、かかった、曲がってくれる、あと特にこう変化の多いような川なんかでポイントを定めてそこでおとり操作で、そこにさらにサイズアップした時にはこうパワータイプなんかの、まあ、RS だと今回90には、H と、H の硬いものもあるんで、はい、こういう状況で使い分けてもらう。まあ、こういうシチュエーションはですね、やっぱりこう変化に富んでるところでポイントもやっぱりこう細かくなると思うんで、そんな時はやっぱり短竿の方がいいのかなというふうに思います。ここで使うのはですね、スペシャルキソイ RS8582ZD です。これ特徴としては短竿的なところになるんですけど、穂先は標準の RS 穂先で、そこに今回はですねこれ8582という形でアクションズームなってます。こんな感じのところで、まあ、8582のちょっと短竿で標準のですね RS 穂先、まあ、特徴としては本当に先端だけの曲がりなんで、おとりの弱りからこの曲がりがノアユを誘うようなおとり操作ができるというところは特徴かなと思いますね。伸ばしたり縮めたりするところができるんですけど、まあ長さ的にはもう僕の場合はまあ短い竿は鼻間までがだいたい30センチぐらい、まあこれぐらいの長さで伸ばしたらだいたい1杯ぐらい、どうしてもやっぱりサイズに対しては大きいのも釣れたりしますし、送り出したりなんなりするのにもやっぱ長さが調整できるところを考えると、短くしてるときはこううまく泳がせたりするときなんかに使ってもらって、引き抜いたりまあ送り出したりするときはやっぱ手尻が短い方がポイントには入れやすいと思うんで、ね、うまく使ってもらったら使えるアクションズームかなと思います。竿の硬さ的にこの竿は8582は 2.6、まあの硬さなんで、ただ釣れる魚によってとか水量によってっていうところがあるんですけど、まあ、ちょっと針はまあ4本怒りのまず6班から
今回もこう RS、まあ、先端的なところですね、ソリッドも、まあ、短くなって、まあ、感度的なところでいくと中ブラが長くなってソリッドが短くなっている分だけ感度はやっぱ良くはなっていると思います。おお、かかった。ピッと張ってピッと緩めるだけで多分おとりの、まあ、動きとかが変わってくる部分だけやっぱだいぶ違うかなと思うんで、本当今の操作だけでも十分おとりに対しての、まあ、動き変化やリアクションは作れるかなと思うんで、あとはまあ釣れた魚でこのまま、まあ、今8-2の状況の長さですけど、これで引き抜けるような場所なら全然、それで抜けないのならズームアップしてもらうなり、こう伸ばしてですね8-5にすればさっきの手尻が、鼻管の位置関係になるんで取り込みはしやすいかなと思います。沈める効果を考えたら手張りや重りっていうのがあるんですけど、ちょっとやっぱ穂先が柔らかいだけはチューブラで使うようなまあ重りの大きさよりかは半分ぐらい小さい状況のもので使ってもらえるといいのかなと思いますね。あとまあ重りや背張りの中で、まあ、背張りだとどうしても糸張るとどうしても穂先がぐっと曲がっちゃうんで、ちょっと動きに対してはなかなか難しいところはあるんですけど、背張りを使われている方なんかはそこはちょっと調整をしてもらえるといいと思います。あとこう重りを使われる方なんかは普通チューブラでもし使われる状況であれば、普通のまあ1号なら1号の重りをチューブラで使われるのならまあ半分ぐらい、まあ、0.8 なのか 0.5 なのか、その場所によっての、うわかかった、あれでこう調整してもらえばいいと思いますけど、そんな感じで使ってもらえるといいかなと思います。うわ、これはちょっと重っ。まあ硬さとしては 2.6 なんで、極端な話こういう場所ってこう軽流走で持ってかれ感はとこう段々の中で止まると思うんで、しっかり竿だけはよう引くな。よいしょ、上がるか、おりゃー、よっしゃ。まあ今みたいにこうねやっててもらえればいい背がかりっすね。こういうねステーション、まあ、大きい石があったりこう細かな本当細かい状況でシーズンの中でやっぱり大きいのも出ると思うんで、でもやっぱ細かく探っていくってことになるとやっぱ短い竿、まあ、今回ここで使うのはですねスペシャル競い RS8083HD、 特徴としてはまあ穂先はもう RS ソリッドで、開放に対してはエキサイト RS、まあ、この2本がついてるんですけど、さらに特徴からいけばこの竿は基本的には 8m の長さです。でも送り出したりいろいろするのに一応この 30cm ハイスピードズーム、これがついてるんで、ここをうまく使っていただければ大きい魚でも、取り込みがしやすくなりますし、また送り出す時も伸ばしてもらったら、ハイスピードを使う時はこれ完全ロックしておくと使えないんで、このロックだけを外して止めといてもらえればスムーズな操作ができると思うんで、まあ短く届けば全然大丈夫ですけど、もう少しっていう時にはこう伸ばして、もうだからすごいもうポイントとしては狭いポイント、でもやっぱね竿が短いだけはやっぱり楽ですね。これ9メートルだとやっぱ立ち位置とかいろいろ考えなきゃやっぱ狙えないポイントでもあるんで、すごいこのまあ短竿的な8メーターからハイスピードで30センチあるんで、また対応はすごくできるんじゃないかなと。いろいろ、ほら来た来た来た、いい誘いになったんやないですか今。おー、やっぱりねこれ竿的な部分やっぱ結構余裕があるんで、かかってからの曲がりももうまだまだ多分全然の力の余裕があるっていうところはあれかなと思うんですけど、まああとはねかかってからこういう場所で取り込むのにやっぱ持ってかれるのが、のされちゃったりする部分を考えたら、こういう時こそハイスピード30センチをこう伸ばしてもらえれば手地が短くなるんで、うわ、よう引く、
で上げてもらって抜けるか、どうだ、抜けた、ぐしゃぐしゃになっちゃってるかもしれないですけど、いいサイズじゃないですかこれ。